時は戦国末期、日の本すべてを焼いた戦火は未だに勢い衰えず、山深い芦名の国にも燃え広がっていた。心すらなくしたか。ああ、共に来るか、飢えた狼よ。そして戦場で拾われた狼は修行の末熟達の忍びとなった。忍びの掟は忘れまいな。親の次に大事なもの、お前の心に刻むがよい。あれが今日からお前のあること。命を賭して守る。たとえ奪われるとも必ず取り戻すのだ。よいな、狼よ。一心の国取りから24年、芦名の国は斜陽にあり、狼の忍びはすべてを失っていた。育ての義父も、守るべき主も。忍びよ、目覚めてください。あなたの主のために。
どそこにおるあの忍び、特に枷などしておりませんが、構わぬのでしょうか。大事ない。刀もなく気力すらない。奴はもうただのふぬけよ。月見櫓が今宵も月に照らされておる。巫女様はまた月明かりで書をお読みかの。そうじゃな。まだほんの子供というに囚われとは気の毒なことじゃ。ああ、源一郎様も何かお考えがあるのだろうが。よく来てくれた。久しいな、狼を。お迎えに参上いたしました、我が主。うむ。表を上げよ。サビ丸、そなたの刀だ。我が忍びよ、主従の約定に従い命を賭し我に仕えよ。狼よ、傷を負っておるようだな。そうだ、そなたにこれを託そう。薬水の瓢箪だ。これで傷を癒してくれ。はっ。さて、そなたの体、その後大事はないか。その後とは？あの世のこと、覚えておらぬのか。はい。いや、司祭は後にしよう。今は、このアシナの城を脱さねばならぬ。御意。堀沿いに進んだ橋の下に、城外への抜け穴がある。一心様より、そう聞いたことがある。まずは、その橋下の抜け穴を見つけてきてほしい。見つけたら、そうだな。足の歯笛で合図をくれるか。ほら、昔聞かせてくれたであろう。こうピーッとな。その音を頼りにそなたのもとへ行こう。ん？狼よ、そなたからも何かあるのか。これを巫女様に。それはあの時に。そうか、気づいていたのだな。持っていていただきたいのです。
だが、このお守りは今まで苦難を抑え、そなたを守っていた。それを超える苦難など、追ってほしくはない。だからできればこのまま、持っていてくれぬか。わかりました。今しばらく、お預かりしておきます。うむ、そうしてくれ。そなたが持っていてくれるならば、私も安心だ。この橋の下、堀のどん詰まりに抜け穴があるじゃろ。あそこも見張りせよとの仰せじゃと。なんとも限界なことじゃ。戦が近いのかもしれんの。狼をよく見つけてくれた。さあ参ろう。御意。
の定めから逃れることしかできぬとはな。この城を出て、いずこへ参ろうか。まずはアシナの国を離れるか、あるいはどこかに身を隠すか。そなたはどう思う？御意のままに。御意か。そなたは変わらぬな。は。いや、懐かしいと思うてな。さあ、参ろう。久しいな、巫女よ。叔父上の墓前以来か。源一郎殿、私は すまぬ。お任せを。邪魔立てするか、巫女の忍びを。忍びとてこの程度か。巫女はもらっていくぞ。目覚めたようじゃな。どうやらまだ死の定めではないと見える。お前さん、名は何という、その目、差し爪、任に敗れた狼と言
と言ったところか。言えぬ。それが忍びじゃな。わしは仏を掘らなきゃならん。お前さんはお前さんで好きにしな。何故俺はここにいる。ただ拾ったのよ。屍かどうかもわからぬものを野良犬に食わせてやることもあるまい。どれほど俺は眠っていた。お前さんを拾ってから随分経つぞ。そうか。じゃが主の主はまだ生きておるぞ。アシナの城で囚われとなっている。だがすぐにもその血を利用されちまうだろう。お前さんを見ればその価値は十分にあろうというものじゃ。この左腕、俺に何をした。そいつは忍び義手。石腕の狼にはおあつらえ向きの牙じゃろうて。仏を掘るには無用でな。お前さんにくれてやる。忍び義手。そいつはただ失った腕を補うもんじゃない。任務を見つけたらわしのところに持ってくるがいい。任具だと。そうか、このからくり。察しがいいな。任具を持ってきたら忍び義手に仕込んでやる。そうすりゃその義手のありがたみがわかるじゃろうさ。うん。喋りすぎたな。行きな。巫女様の血が利用されるとはどういうことだ。わしも詳しいことなど知らん。ただ流因、そう呼ばれる特別な血があるという。主の主はそれを持っておる。それゆえ巫女様は付け狙われる。お前さんの体が妙なことになっておるのもそのせいかもしれぬな。お前さんもそうじゃが、この荒れ寺にはおかしな客がまあまあ訪れる。寺を出て右手の広場にもそうした者が一人おる。妙なことになっておる者同士、気が合うかもしれんな。見ぬ顔だな。そこもと、名は。名乗られぬか。だが、腕ある忍びとお見受けした。忍びの技ならば、あるいは。そこもとよ。ぜひ、それがしと、立ち会ってもらおう。なぬはな。
そこもとの立ち筋、見事なものであった。それがしをかように従前に殺した者、そうはおらぬ。お主は何だ。死なず、あるいは虫付きと呼ぶ者もおるな。死ねぬので、ただここにおるのだ。そこもとはこのような荒れ寺で何よ。随分と眉間にシワが寄っておる。そこもとよ、それがしを使い刀の修練をせぬか。お主の使命を果たすために。死ねぬ体ゆえ、幾度でも切られてやれるぞ。どうじゃ。承知した。よし、ではやろう。刀を振らば気も紛れるというもの。しからば参る。参る。参る。だな、そこもと。そこもととの修練だが、そろそろよりまことの戦いに即したものも試してはどうか。それがしも殺す気でかかろう。そこもとの修練としてもその方が好ましかろう。どうした。なぜそこまで。半分は退屈しのぎ、もう半分は、そうじゃな、そこもとの眉間のシワを取ってやりたいのよ。さあ、よいからやるぞ。では行くぞ。承知。そこもとよ、
この社には行き場を失った者が集うようだ。俺、現に、それがしもここにおる。だからかの、そこの賽銭箱にも時折何やら流れ着くのよ。この社にはいげそまた来るがいい。そこもとの技の試しいくらでも受けようぞ。まことに息を吹き返したのですね、流陰の力。この目でしかと見ることになるとは。何者だ。エマと言います。去るお方に仕えるクス氏です。去るお方とは。すみませぬが、主の命にて明かせません。ただあなたを助けよと、そう仰せつかっています。信用しろとは言いません。ですが、私は主の命を果たさねばならぬのです。あなたが持っている薬水の瓢箪、それはもともと私が作り上げたものです。クス氏として助けとなりましょう。この瓢箪、お主が作ったというのか。はい。元は九郎様のためにあなたが譲り受けていたのですね。気づいているかもしれませんが、この瓢箪の薬水はおのずと湧き出します。尽きたとて少し休めばまた満ちるでしょう。クス氏としての助けとは。瓢箪の種をお持ちください。種だと。はい。薬水は瓢箪の種より湧き出します。新たな種を加えれば薬水の傘が増すでしょう。手に入れたら持ってきてください。わかった。一つ頼みがあります。なんだ。少し顔を見せてください。何。白いあざ、これは生まれつきですか。いや。ならば流飲を受けた者に現れるということか。あるいは兆しか。もう良いか。ああ、十分です。無礼をしました。すみませぬ。白いあざは生まれつきではない。ならばあるよ。ではまた。
手に入れた。任務か。ああ、忍び騎手は騎馬じゃというたが、任務を仕込むことでその騎馬は形を変えることができるようになる。仇立てならば打ち砕き、素早き敵ならば仕留め撃つ。仕込んだ任務が増えるだけ敵を殺す術も増えるじゃろう。殺す相手なりの殺し方を持つ。そういうことじゃ。随分と詳しい。いかんな。いつまでも血生臭いことを言うておるから、仏の顔も鬼になるのよ。どれ貸してみろ。わしが任務を仕込んでやろう。わしが彫る仏はどうやったって怒り顔だ。業深いものはそうなる。お前さんもいつか掘ってみればわかるだろうさ。それで何か用か。ああ、そこにある優しい顔の仏様、そいつには妙な真似をするなよ。
狼よ、我が血と共に生きてくれ。ご供養いかがかね。供養さよう。死者たちのご冥福のため品を売っておる。見たところあんたも随分と殺しておるな。ご供養していきなされよ。死者があるところまた供養衆あり、カラスどもと同じことじゃて。どこへ行こうとご供養を欠かさぬようにのう。